24日夜、鹿児島県の桜島で爆発的な噴火が起き、大きな噴石が火口から 2.5 キロ付近まで飛びました。気象庁は桜島に噴火警報を発表して噴火警戒レベルを最も高いレベル5の避難に引き上げ、火口からおおむね3キロ以内の居住地域で大きな噴石に厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、24日午後8時過ぎ、桜島の南岳山頂火口で爆発的な噴火が発生し、弾道を描いて飛散する大きな噴石が火口の東から南東方向に飛び、2.5 キロ付近まで達しました。気象庁は、桜島の火山活動が非常に活発化しているとして噴火警報を発表し、噴火警戒レベルを最も高いレベル5の避難に引き上げました。気象庁は、南岳山頂火口と昭和火口から3キロ以内の鹿児島市の有村町や古里町の一部で大きな噴石に厳重に警戒し、自治体からの情報に従い避難などの対応をするよう呼びかけています。また、火口からおよそ2キロの範囲では火砕流に警戒が必要だとしています。一方、気象庁によりますと、桜島の地殻変動などの観測データを分析した結果、1914年の大正噴火のように島内の広い範囲に影響を及ぼすような大規模な噴火が切迫している状況ではないということです。今回の噴火の前には山体の膨張を示す地殻変動が観測されていて、この噴火の後も山体が膨張した状態は続いているため、気象庁は注意深く監視していくことにしています。気象庁が全国の火山で平成19年に噴火警戒レベルを導入して以降、レベルを5に引き上げたのは、平成27年に鹿児島県の口永良部島に発表して以来2回目で、桜島では初めてです。有村町と古里町の一部に避難指示鹿児島市は、桜島で噴火警戒レベルが最も高いレベル5の避難に引き上げられたことを受けて、午後10時20分、桜島の有村町と古里町の一部の合わせて33世帯51人に避難指示を出しました。